国民との新しい関係を作っていくと、コミュニケーションの仕方を、まあ、党務と党として新しい形にしていく、まあ、それぞれの地域での、先頭に今日当選をいただいた皆さんに、立っていただかなければいけないので、先ほどマスコミの皆さんにもお見せをしたメディア映像も含めてですね、皆さんにやはり国民との新しい関係を作っていくんだと、永田町のこれまでの論理に流されないんだということの、意味合いをそれぞれの当選した議員の皆さんにぜひ共有した認識としてこれから活動して お願いしたいということをお願いしました。一方で、当選した議員の皆様からは、例えばボランティアの申し込みが大変多いので、青年局やボランティアみたいな形での、立憲民主党にコミットいただく、参加をいただく国民に対してどういう形の、まあ、国民とつながる仕組みを作ってもらえるのかとか、ぜひ青年局みたいな形で運動を広げていきたいので、知恵を出してくるとか、早速全国に枝野代表か、まあ、不詳私も含めて、全国を回っていただいて、多くの皆さんと触れ合ってほしいとか、それから解放を早く出したいので第三種郵便で、機関紙の発行ができるような仕組みを早く作ってほしいとか、まあ、極めて前向きな意見がたくさん、出していただきましたので、そのことについては、まあ、当分まだ始まったばかりで本当に走りながらいろんなことを対応しているので、速やかにそういったことについても皆さんに提示できるようにしていきたいというふうに答えをさせていただきました。それからもう皆さんの前で発表になったと思いますが、今日国対委員長に辻元清美さんを代表が指名をされまして承認をいただいたことは先ほどの通りでございます。特別国会始まるまでは、兼任ということになりますが、まあ、一般的に言うと政調会長と国対委員長が兼任ということはありえませんので、先ほど申し上げた10月の31日の議員総会で他の役員人事も含めて、再度役員人事については、当選議員の皆さんに発表するということを申し伝えさせていただきました。文化放送の質問に申しますけど、今日は事務連絡が中心だということで、さっき代表が聞かれてイラつくというのは聞きづらいんですけども、参議院民進でありますとか、それから民進出身で無所属で当選された方々との連携とか、そういった話が質問だからでも結構ですけど出てました。これはもう先ほど代表がご挨拶の方で言われたので、私も若干繰り返しましたが同じことを申し上げました。これまでの永田町の論理、数の論理には組みしないということですの で民進党の参議院党との動き等については、まあ、できれば他党のことでございますから、こちらとしてはそれに対して何らかの発言をすることはないし関与することもありませんということは私からも各議員にはご報告をさせていただきました。 IWJ と申します。よろしくお願いいたします。早速自民党の安倍総理が国会での会見発言に向けて野党も含めた合意を目指す考えを強調しているんですけれども、そのことについて本日、まあ、枝野代表からそういった話が出たのかということと、まあ、そのことについて今現段階でどうお考えかお願いいたします。枝野代表からその話は一切出ておりません今日は。まあ、会見発議というのは僕あちこちでメディアで申し上げているんですけど、その3分の2があるから、まあ、一応要件的にはそうなんですが、中身として3分の2が揃うかどうかというのが重要なことなんじゃないでしょうか。数があるからといったら今中身の議論も何もなくですね、じゃあ9条3項の自衛隊を位置づける改正が本当に3分の2構成できるのかどうかも含めてですね、まあ、僕は中身の議論が大事だと思いますし、まあ、我々はその9条の参考の改正については選挙戦反対をしていますし、もっと言えばそこに一定の国民の皆さんの支持が集まりましたし、比例票のトータルで言ってもですね、じゃあ改憲派が本当に比例票のトータルで多いのかどうかということも精査しなければいけませんし、発議することはイコール国民投票にかかるということですから、中身も含めてそんなになんか3分の2が数がありますから一直線という話では私はないと思っていますので、まあ、あまり3分の2の数よりもまず何を改正するの議論を争うようになり
フリーの田中と申します。よろしくお願いいたします。先ほどあの代表 の, あのご挨拶の中でおっしゃってました、永田町の論理に組みしない、縛られないということなんですが、あの連合との関わり方、これからどうされてまいりますでしょうか。いや、連合はあのこれまでも支援者でいらっしゃいましたし、大きな支援組織でありましたので、そこから連合の皆さんとはコミュニケーションを取りながら連携はしっかりと維持していきたいと思います。わかりました、ありがとうございました。